ミス。おや、ここまで逃げても無駄ということかい。どういう意味ですか。どうせわしに薬を作れというのじゃろ。わしはもう疲れたのだよ。お願いします。ミルイヒの城の毒の花を解毒する薬を作ってください。そんなものを作られては困りますね。誰だ。竜か。このオカマか。お初にお目にかかります。私は五代将軍の中でもその人ありと言われた花将軍ミルイヒ・オッペハイマーであります。何を言う。五代将軍にその人ありと言われているのはテオ様だ。おや、これはテオのところの下男。それにこっちはタイにマクドール。タイに皇帝陛下に逆らうとはお父様が泣いていますよ。やい、こら、クジャクを解こう。何に来やがった。おお、そうでした。私のかわいいアントネットの毒を役立たずにされては困るのでね。竜巻殿は我が鉄壁のソニエル監獄にご招待いたします。な、何を勝手なことを言う。そんなに遠慮なさらずに。さあ、今日はこれで失礼します。タイに私は食わんだほど甘くはないですよ。では皆さんごきげんよう。おっさん取った。なんてこった。目の前でこんなことをされるとは、これこそ屈辱だ。ソニエル監獄か。これは難儀なところへ連れ去られたもんだぜ。ここはマッシュ様のお知恵を借りた方がいいみたいですね。うん、に一度戻りましょう。何度白戻るか。黒の絵の具。黒の絵の具。この絵の具なん、何の意味。それだけ。他に何もない。こっち行ける。でも何もなさそう。いやいや、鏡使おうか。じゃあマッシュか。マッシュと話す。寝るか。誰だ。これは誰だ。ああ、新しいやつ。ああ、よしな、ぞれですよ。ウィングブーツ。マニーボーナス。ただ、ATM バーバー欲しい。3回だろ。これは変化しちゃった。みんなどこ行っちゃ
これはなんでこれ、変わったこの城。どこ行ったのやつ。これ変わったね。あのマッシュどこ。これ。そうですか。ルーカン殿が。わかりました。私にいい考えがあります。しばしお待ちを。アンティの町へと確か今はビル・ボランシーに変わったはずですが、そこに偽印作りのキン・バリーという女がいるはずです。彼女と大将屋のテスラという男を仲間に引き入れましょう。キン・バリーは私の知り合いです。ここに手紙をしたためておきました。これを渡せば仲間になってくれるはずです。彼らを仲間にして何をさせるのですか？それは後でのお楽しみとしておきましょう。まずはキンバリーとテスラを見つけてきてください。はい、どこだ。キンブリーは安定の町。また安定。あれあれ、呪文忘れちゃった。この踊り子じゃないか。ああ、そうだな、あの2階のやつ。いや、それは指輪の人。わからん。キンバリー。これ。おい、キンバリー。いやー、ここへと。キンバリー。この人じゃないね。仲間少ないすぎる。これジーン。おお、白いか、いいわよ。ああ、そっか、仲間大丈夫か。仲間の数大丈夫だった今。キンバリー、お前。この女か。キンバリーじゃないね。キンバリー。あの踊り子、これはキンバリーか。キンバリー、これはキンバリーか。マッシュの手紙を渡したキンバリー。なんだい、マッシュからの手紙。これは女か。どれ、丸いね。私は字が読めなかったんだ。誰か読んでくれないか。じゃあ私だ。なるほどね。よくわかったよ。マッシュのやつめ、またあの手で行く気だね。じゃあ仲間になってくれるんですね。仲間そうだね。ねえ、あんた。あ、俺のことか。そうだよ、あんたのことさ。お兄さん結構いい男だね。あんたが私の相手をしてくれるって言うなら仲間になってやるよ。いや、俺はダメだ。俺には心に。ああ、オッケー。こいつのこと、煮るなり焼くなり好きにしてください。ビクトール様。よし、オッケーだ。ほら、色男、こっちに行けな。わあ、ちょっと待ってくれ。ほら、早く過ぎなよ、色男。はい。よし、こぼすんじゃないよ。
次はあんたの番だ。毒入りね。何台酒が減っていないじゃないかい。ほらほら早くしな。美人のお酌が受けられないのかい。いやいやいや、そんなことはありません。いただきます。とほ。終わった。さーて、私は、一足を先に、素人やらに行ってるよ。ああ、朝まで飲んでて、よくそんなに元気でいられますね。何言っているんだい。修行が足りないよ、色男。そうそう、大変に、テスラのやつも仲間に引き入れるんだろう。やつはこの町にいるぜ。ただし、今はアルバートという偽の名を使っているはずだよ。アルバートですか。そいじゃ、失礼するよ、色男。城に戻ってきたら、また付き合ってやるよ。結構です。じゃあ、アルバート、誰？アルバート。お前か。これはアルバート。あ、これか。いや。これはアルバート。このチビ、アルバートか、君。クロン。アルバート、誰？アルバート。これはミナ。まだ靴できないか。何の靴？別の靴。アルバート、どこ？アルバート。これじゃないね。アルバート。これはアルバート。マイク、アルバートか。何か持っている。スイカか。この街にいるといったあのオカマ。アルバート。これ。アルバート、あなたたちは誰ですか？私は平凡で普通でおとなしいただの町人です。あんたがテスラだろ、大将やの。アルバート、やめてください。私の名前はアルバート、オニックス。代々この白ジロか、この町に住む。ふーん、じゃあ、母親の名前はなんて言うんだ。それはマリアン・オニックス。父親は、確かアレン・オニックス。ばあさんは、リア・オニックスです。おい、テスラ。はい。あ、いや、その私はテスラなんていう名前じゃな。観念したか。わかりましたよ。またマッシュさんが呼んでるんでしょ。私は静かな暮らしが好きなのに、すべこべ言わずにさっさと支度をしな。わかりましたよ。ああ、私はなんて不幸なんでしょう。またしても悪事の片棒を担がされてしまうんですね。よし、テスラ取った。あいつを一人で
行かせて大丈夫かな。仕方ねえだろ、俺たちと一緒じゃ嫌だって言うんだから。まったく伊藤山賊は使いしやがって。ヴィクトール、お前があんまり脅かすからなだ。坊ちゃん、私たちもそろそろ、城に戻りましょう。マシか。マッシュ、このやつらこきた。私の救った因だからね、見破れこないよ。バレても私のことすらないでください。タイニー殿、お戻りになれましたか。こちらの方の手はずはすでに整っております。キンバリーとテスラに腕を振るってもらいましたから、私の仕事は完璧だよ。私の方も多分大丈夫じゃないかと。腕を振るって何を。タイニー殿、ここに彼らに作ってもらった偽の命令書があります。ミルウィヒのサインも帝国の正直の印も正式印もしっかり真似てあります。これがあればソニエル監獄に堂々と会えることができます。これでルーカン殿をお願いします。ラドクイク、ルーカン殿の身が心配です。お急ぎください。どこ?バレた。どこ?どこか。何言った今。どこだあのおっさん。看護。どこだ、はあ、もうまためんどくさいことわからん。ヒントはなんだ。どこ行く。安定、また安定か。多分じゃない。これか。スカーレティシア、こっちか。シニエル、それともスカーレティシア。サニエルか。これじゃ、これか。ご苦労様です。ミルウィヒ様直々の命令書だ。これは正解か。はい、これは確かに。それでは中へ。よし、見つけた。正規ルート。ご苦労様です。お前も同じか。よしよし、いいぞ。右か、まあ、左、右か。セキュー、多分階段見える。ハイドログルドロググルーか。弱い。なんという別、弱い。よし、置物、謎のやつ。セーブしようか。何時間かかった。13時間か。スボ、これはランダムじゃないね。あ、分からん。気が晴れる。試験期間が終わって気が晴れました。気が
張り詰めるコブラス、コブラスカイ、コブラスカイ、倒した、リンガも倒せる、ステューとか、それはランダムか、ランダムかな。日が早い、これは日が早すぎるので結論には信用が置けません。気が引ける、私の意見でそうなったために。銀の首輪、指輪とか、古い本、ロッカーね、スイッチ、気がいける、気がいける、私の意見でそうなったために気がいけます。気が利いてない、試験の結果に気が利いてはありません。気が利く、彼女は気が利くので何を頼んでも安心です。気が紛れる、気が紛れて発表の準備を忘れました。よしよし、ウトコーさん、もう深いところの金庫みたい。The Joker、 マジシャン、気が利く、彼女は気が利くので何を頼んでも安心です。気が紛れる、気が紛れて発表の準備を忘れました。気がメイル、メイル、気がメイル、将来のことを考えると気がメイルます。気が揉める、息子の将来については気が揉めます。気がない、山登りにはあまり気がありません。気が置けない、気が置けない、大丈夫、このやつらグレミーを死んでいる。気が置けない、彼とは気が置けない仲です。気が大きい、彼は気が大きいから何を頼んでも引き受けてくれます。気が重い、この週末は働かなければならないので気が重いです。死んだ、気が刺す、約束を守れなくて気が刺します。気がせく、気がせいて試験はあまりできませんでした。気が済む、私が正しいことを証明するまでは気が済みません。薬誰、薬少ないね、もっと買おうかな。気が進まない、パーティーに誘われましたが気が進みません。気が立っている、彼は仕事がはかどらないので気が立っています。気が咎める、昨日は妻の誕生日を忘れてしまい気が咎める
ました。気が遠くなるよ。明日しなければならない。おさん、どけし、見つけたか。どこだ。気が遠くなるよ。明日しなければならないことを考えると気が遠くなるようです。気がすく。新しい秘書はよく気がすきます。すきます。おっさん、ない。おっさん。日にいる。昨日行ったレストランがとても気に入りました。気にかかる。死んだビクトリュ。大丈夫か？いや、大丈夫か？わからん。これか、おっさん、こっちか。気にかかる。旅行中残してきた子供のことが気にかかりました。気に食わない。私は彼女の人生に対する態度が気に食いません。気になる。先週受けた就職の面接の結果が気になります。気に触る。彼女は人の気に触ることを平気でよく言います。この二人殺すか。何者だ。よし、殺す。気になる。先週受けた就職の面接の結果が気になります。気に触る。彼女は人の気に触ることを平気でよく言います。気にする。最初のデートの後、彼は彼女がどう思ったか気にしています。気に病む。彼は娘の将来をひどく気に病んでいます。気を吐く。彼は株で大儲けして気を吐いています。死んだ。フリック。みんな死んだ。これもボス戦かな。あ、また。薬少ないね。これはいいか。効率違う。こっちの方がす、これは S。このやつら S なら攻撃できないだろう。もうひどい。この役に立たないやつら捨てたいよな。怪しいやつ、ここは通さんぞ。ここまで防御だけや、この二人。ほら、防御。二人防御、ずっと防御か。気を吐く。彼は株で大儲けして気を吐いています。気を引く。彼女の気を引くことに成功しました。気を入れる。この二人捨てたいな。遊びより勉強にもっと気を入れなさい。またか。戻りたいだけど戻りたくない。この牢屋に何の用だ。
もう S は4人ダメだな。S は4人ダメ。ああ、かなり強いあの船大工のやつ。ああ、2人。いや、1人死んだら大丈夫ね。あのこの2人の S、1人死んでも大丈夫。気を利かす、気を利かす。母に気を利かせてお使いをしてあげました。気を配る。彼女は子供の教育に、教育に非常に気を配るか。ハーフィルム。じゃあこれを殺す。その後そうだ、気を腐らす、腐らす、気を腐らす。彼は計画が思い通りにいかなくて気を腐らせています。気を回しすぎる。彼女は町の犯罪について気を回しすぎます。3500ポチ。あ、オートセット、オートセットゼロ。なんだろう。怖いよさん、行こう。おや、そろそろお迎えかね。覚悟はできとるぞ。このように未練もないしな。未練をなくされじゃあ困るぜ。ぜ、あんたを助けに来たんだ。あんたらはそうかわしの家に来て厄介事を引き起こしてくれた。なんでもいいから今はとにかくここを出るぞ。そうじゃな、そろそろお日様も見たいしの。よし、取った。おっさん取った。抜け穴使おうか。そうだな、使えるかな。すり抜けの蓋か。使える。あ、使えた。あ、ダメ、歩く。そうか、イベント、多分イベントとか来るかな。ボス戦とかのあのオカマが来るとか。そうか、抜け穴使えない。これはダンジョンじゃないか。スライム、ハイドロブルー、気がとがめる。いや、これじゃない。気を腐らす。うん、ほんめんどくさい。そして暗くなっちゃった。これよしよし、出た出た。まだまだ。あ、今日はちょっと進んだね。ちょっとだけ。このゲーム半分か、半分かな。気を利かす。考えることか。そうだな、翻訳わからん。英語わかってる。人の気持ちを考える。気が利かす。気を配る。何か注目、誰か、何か誰か注目する。注目を届く。気を腐らす。気が落ちる。憂鬱、頭痛とか、憂鬱か。気を回しすぎる。非常に安心、安全した。案じる。これ、
これですね、イベントのやつ。おやおや、また会いましたね。コンドロが入ったと聞いて来てみたら、あなたたちでしたか。いいところで会ったぜ。ここで決着をつけようじゃないか。提言が省けてありがたい。おやおや、これは野蛮な。剣の腕で遅れを取りはしませんが、今はあいにくそういう気分ではないので、あなたたちにはこれを差し上げます。見えますか、この瓶には私の苦心の星がたくさん入っています。すごいですよ。大変だったんですから。この星はですね、人間を食べちゃうんですよ。一食い干してですね。なんだってそんなものをどうする気だ。こうします。追われちゃいました。さあ早く逃げないと危ないですよ。まあそっちは行き止まりですから同じ、ことですけどね。では私はこれで。チェ、アカネーゼ、見る日のやつ、しっかり鍵をかけて行きやがった。おい、逃げろ、食われちまうぞ。ぼっちゃん、早く扉の外へ。なんだ、グレミオ死んだ。おい、まさか、グレミオ、おい、早く出てこい。何をしてるんだ。ヴィクトールさん、この扉はこちらが分からしか開け閉めができないみたいです。何を言っている。大丈夫だ、なんとかなる。だから早くこっちへ。いや、もう無理みたいです。私の足元まで奉仕が来ましたから、今開けたら皆さんまで。扉を開けろ、グレミオ。これはクレモ。坊ちゃん、グレミオは初めて坊ちゃんの言うことに逆らいます。坊ちゃん、聞こえますか。すいません、グレミオはもうこれ以上坊ちゃんをお守りすることができなくなりそうです。でももう坊ちゃんはグレミオだね。すまない、グレミオ。いや、いいんですよ。坊ちゃん、聞こえますか。すいません、グレミオはもうこれ以上坊ちゃんをお守りすることができなくなりそうです。でももう坊ちゃんはグレミオの助けなど必要がないほど成長なされましたね。坊ちゃん、坊ちゃま、立派になられましたよ。その姿を帝王様にお見せしたかった。グレミオ、おっちゃん、そろそろお別れみたいです。目がかすんできましたよ。おっちゃん、おっちゃんはグレミオの誇りですよ。お願いです、おっちゃんは最後まで信じることをすら抜いてください。それがグレミオの最初で最後のお願いです。何死んだか、俺の無駄な、もうあの無駄な鍛えたあのやつの武器で。なんだ、消えた。これご無事でしたか。第二度の帰りが遅いので軍勢を引いて来てみたのですが、どういうことでしょう。帝国兵たちの影も形もありません。多分さっきの人食い星にやられて。人食い星、まずはここを出よう。第二には休息が必要だ。これは食べた、食べちゃった、星が食べた。まあ武器、
浮き取っておこう。売りましょうか、あの女。ちょっと待ってくれ。同じ同感ですね。いいぜ、行こう。同感ですね、あの女を売ります。売るつもりです、あのビクール。うん、生きている。じゃあここまででいいかな。